陽うやすし,しは、新末、中華民国、中華人民共和国の政治家、文芸家。北京政府において交通系と目された、政治家である。中華人民共和国建国後に、ピンインなど普通話の整備にも尽力した人物でも、ある。字は、広氏はじめ、誉れ虎。番号は、カーン。おいに、商工長。21歳で、 京市大学同士学館に入学する。23歳で、湖北農業学堂の教員となった。1905年、湖北方言学堂教員を兼ねつつ、上海、地方の湖北方院を務めた。翌年冬からは、有田部で職を歴任していく。1909年、有田部省成長町長に昇進した。その翌年に、鉄路総局日下げ町に昇格している。 同年7月に、欧州へ、事務視察に赴いた。帰国後の1911年9月、鉄路総局代理局長に任命された。中華民国建国後の1912年5月、陽安氏博氏は、北京政府で、交通風呂政史市長兼鉄路総局局長に、任じられた。以後、交通系の政治家と目されるようになる。同年、 中国全国鉄路協会副会長にも任じられている。翌年、交通部次長代理を兼任し、1914年6月には、交通部次長兼路政局長に昇進した。しかし、翌年6月、通ら鉄路に関する不正を疑われ、停職4ヶ月の処分を受けている。同年12月、皇帝に即位しようとする、遠政外により、 大抵光る備えところ改弁に任じられたが、翌年に、縁が死去すると、派も失脚した。1917年7月、陽安氏博氏は、長君兵器を鎮圧しようとする、段基随から、内逆軍総司令部交通所長に任じられ、暗記派の政治家となった。段が中央で復権すると、派は、交通部次長兼郵政総局局長に、任じられている。 しかし、翌年に、西原借款が、問題になると、借款を、交通事業に波及させるべきでないと考えたために、団と対立し、次長を辞任した。一時欧州を視察した後の1920年8月、陽安氏博士は、雲法内閣において、交通総長に任命された。その翌年3月に、上海工業専門学校などの、 各種工業大学を統合して、交通大学を創設し、同大学の初代校長に就任している。しかし、1922年4月の第一次、笹口寺家戦争で法典派が直霊派に敗北すると、法典派に近いと見られていた派も、日本に一時亡命した。1923年5月、派は、公衆へ赴いて、孫文の大元水府に加わり、 財政部長に任命されている。その後も代理建設部長や鉄道部長を務めた。また、法典派との関係から、孫文の命により、張作林との交渉も行っている。1924年11月、段気随が臨時失勢に復権すると、陽康氏博士は、北京政府において、交通総長に任じられた。張作林が、 中国国民党の北伐に敗北するまで、その他各職を歴任している。洋康氏博氏最新品洋人伝1941年、北京政府崩壊後の1929年、洋康氏博氏は、主計と共に、中国映像学者を組織した。1931年、孫家が、行政委員長に任じられた際に、派は、国民政府鉄道部長に任じられた。 しかし、孫家と共に短期間で辞任している。これ以降は、文物保護活動に主に従事し、国学官官庁や全国経済委員会委員などを歴任している。1939年には、香港で中国文化共振会の発起人となり、関東省の文物情報の整理に貢献した。香港が日本軍に占領された際には、一時、 その監視下に置かれたが、引き続き、主に香港に泊まっている。中華人民共和国成立後の1950年、大陸に戻り、翌年には、中央人民政府政務員文教委員会委員に、任じられた。以後、中国人民政治協商会議全国委員会委員、同乗務委員などを歴任した。また1954年には、 中国文字改革委員会常務委員として、常用技分類管化表の作成に参与する。1956年には、中央普通話普及工作委員会委員として、看護ピンイン法案の作成に関わった。他方で、文物収集家としての活動も続け、解雇録等も残している。1968年8月6日、北京にて病没。去年88、 ありがとうございます。